食のブラックボックスを第1話。今朝投稿すると緊急集会をするとかなんとかで運動場に集められた。今日は何なんだ？知るかよ、どうせまたいつもの思いつきじゃねえの。今回は何やらかしてくれるんだろうな。ま、言ってみりゃわかるさ。運動場へ向かう途中、そんな会話が聞こえた。うちの高校の会長と副会長は思いつきで何か面白そうなことを周りを巻き込んで実行する。もちろん俺も巻き込まれた。ま、そこそこ楽しいし、みんなも面白がってるけど。闇鍋よ、急に妹で声がした。うわー、おまん、びっくりするじゃねえか。慌てて振り向くと噂の会長がいた。黒髪のポニーテールにつり上がり気味の瞳。その瞳がまっすぐに俺を捉えている。で、闇鍋って？そのままよ、楽しそうでしょ。楽しいか？というかお前、集会を開くんだろ。ここにいていいのか？大丈夫よ。それよりもあんたも参加しなさいよ。幼馴染として命令よ。あと会長としても命令。はいはい、わかったわかった、やればいいんだろう。よろしい、そして私の所属するチームに入りなさい。これも幼馴染として命令。俺、紅陽希は会長と幼馴染である。幼稚園からずっと一緒。ダメ、陽希は私のいるチーム。後ろから何者かに手をつかまれた。って、なんだ、シーカじゃないか。私だって幼馴染。そう、俺と会長である泉、副会長であるシーカは幼馴染なのだ。泉は昔から気が強く、近所の男子を泣かせては面白がっていた。喜怒哀楽の激しいやつだ。一方、シーカは気が弱く人見知りで口数が少なく、表情の変化に乏しい。俺と泉とはよく喋るのだが、他人とはあまり話さない。